西暦2003年、凶悪犯罪がはびこる都市で5人の地区長たちが集まった国際会議場がテロリストたちにより爆破された。しかしセキュリティ社の監視カメラの映像により犯人は数日後に一斉検挙された。この事件をきっかけにポリスとセキュリティ社との合同による安全監視システムが議会で可決、人々は ID によりデータ管理されることになった。街の至る所に密告屋と呼ばれるカメラ内蔵型のフローティングラッドが飛び交い、5つの地区をつなぐ主要幹線には常に検問が張り巡らされた。安全管理システムに守られた日常、しかしその枠を超える自由は決して許されない。現在の体制の
あなたが浦田亮なの。あなたが浦田亮なの。どうして私を待っていてくれなかったの。どうして私を待っていてくれなかったの。答えて。答えて。答えなさいよ。答えなさいよ。やめて。やめて。あなたは誰ですか。川田敦子。川田敦子。あなたが本人ならば、このコンピューターを使う権利を与えられています。身分を紹介しますので、デスクの脇にあるスキャナーに手を乗せてください。同一人物に間違いありません。浦田敦子、父浦田亮、母浦田陽子。そんな嘘、嘘だわ。敦子、これが本当のことなんだ。私は君の父だ。嘘、私はこんな嘘を信じられない。本当なんだ。これが真実なんだ。じゃあどうして私を守ってくれなかったの。どうしてお母さんを守ってくれなかったの。私に勇気がなかったからだ。勇気。君が持ってる個人データをこの MC に入れてくれないか。私を信じて。私はもう君に嘘はつきたくないから。5人のデータを同時に起動させる。アクセスチップを入れてください。アクセスチップ。イヤリング。アクセスチップ確認。私はセキュリティ社社長の浦田亮です。皆さんに今回の5人の地区長殺害事件の真実をお教えしましょう。敦子、17年前、汚職にまみれた5人の地区長たちを殺害し、
妻の陽子が死刑を宣告されました。陽子の死刑執行届に判を押したのが新しく選出された清廉潔白な5人の地区長たちです。陽子のおかげで世の中は正義を取り戻したのです。しかし長い年月が陽子の思いを忘れさせ地区長たちを蝕んでいったのです。私は陽子の思いを忘れてしまった5人の地区長たちを許すことができなかった。そこで陽動作戦を起こし5人の地区長たちを拉致し殺害したのです。そしてこの事件の犯人に一人の女性を選んだ。そんな偶然私が選んだのは川田敦子。いや17年前行方不明になっていた私の娘浦田敦子だったのだ。なのになぜお母さんは。私は陽子が生きていることを知らなかったのだ。ポリスと共同でこの5地区の安全管理システムが確立できたのも陽子のおかげだと当時セキュリティ社の社長であった私の父親が死刑を無期懲役に減刑していたのだ。突然陽子が私の前に姿を現した時の驚きと言ったら、守るということは戦うことなのよ。本当のことが言えるの。あなたに敦子は助けられない。敦子は私が助ける。あの時私に全てを告白する勇気があったのだ。陽子を殺さずに済んだのだ。またお前を一人ぼっちにしてしまう。許してくれ。お父さん。